アラン・デイビスは、イギリスの俳優、コメディアン、作家。イングランド東部のエセックス州ロートンで生まれる。父は会計士、母はアランが6歳の時に他界し、その後は刑士たちに育てられた。ロートンの継続教育カレッジで演劇とコミュニケーションに関する一般、教育修了上級レベル資格を取得後、ケント大学で演劇学を収めた。2003年には、 同大学で名誉博士号を授与された。妻は、ライター、編集者のケーティ・マスケル。アーセナル FC のファンであり、通年の入場パスを所有し、応援サイトとしてのポッドキャスト、プレイバックのホストも務めている。また、ディビスは、ペスクタリアンを実践しており、その啓発ビデオエイステッド・ライブズのナレーションも、務めている。1988年から、 スタンドアップのコメディアンとして舞台を踏み、1991年にはタイムアウト誌によってベストヤングコミックと評された。1994年からは英国放送協会のラジオ1でアラン・エスビッグワンのホストを務めたのを皮切りに、その後テレビラジオに出演、1997年にはミステリドラマシリーズ期日探偵、ジョナサン・クリークで主演を果たした。 バラエティ番組やドラマシリーズへのゲスト出演のほか、著作活動も手掛けている。2010年秋、BBC2 において田舎のコテージホテルを舞台にしたシチュエーションコメディーワイズの放送がディビスの主演で開始された。ありがとうございます。